ラブレットの競争馬守護馬2歳から3歳にかけて15戦無敗を記録し、1907年1908年にアメリカ年度代表馬として選ばれた。後の1956年にアメリカ競馬の殿堂入りを果たした。ブラッドホース氏が選ぶ20世紀のアメリカ名馬100、戦では第15位に選ばれている。当時の名オーナーブリーダーであったジェームズ・ロバート・キーンが、 ケンタッキー州に所有していたキャッスルトンスタットで生まれた馬である。名前は警官詩人ニコラス・ローの作品プアー・コリンから名付けられている。コリンの父コマンドはキーインが所有、ジェームズ・ロー長教師が管理した競争場でコリンもまたこの両者によって所有、管理された。コリンは季節難種により膝が膨らんでおり、その不格好な姿から 場所のキーンからはあまり期待を寄せられていなかったが、ローはその膝にマッサージやレーシップを施したり、輸送列車にも同乗するなど、手厚く気遣い続け、15戦の競争に耐え抜かせていった。1907年に競争場としてベルモントパーク競馬場でデビューを果たし、初戦から勝利を挙げた。これを皮切りに、2歳児はフェアプレイやけると、 キング・ジェームズといった他の有力馬を尻けながら、フューチュリティ・ステークスや、サラトガ・スペシャル、メートロン・ステークス、シャンペーン・ステークスなどを含む12戦を全勝。この活躍により、2歳にして、年度代表馬に選出された。2歳での年度代表馬選出は、父のコマンドも成し遂げており、親子2代にわたっての快挙となった。2歳時に4ヶ月半の間に12戦と言った。 激闘をしたコリンに対し、ロウは、コリンの脚部に対する不安を抱き、翌3歳時、約7ヶ月の休養を経て、ウィザーズ・ステークスを庭審査で解消した。しかし走り終えたコリンを、ロウは足を、心配し触りながら調べると、破壊しているように見えたという。当時、クォーターホース競馬から再び、ヨーロッパ式競馬に戻ろうとしていた、アメリカ競馬において、 スタミナに対する信仰が非常に強く、ベルモントステークスやローレンスリアライゼーションステークスを勝利してこそ本物のサラブレッドであるという考えが一般的であった。どうも、このウィザーズステークスから約1ヶ月後に開催されるベルモントステークスでコリンを万全な状態で送り出せるかどうか悩んでいたという。しかし、結局出走までたどり着いたベルモントステークスでは フェアプレーに、頭様で迫られるが抑えつけて、大競争勝ちを収め、続く、タイガルステークスも勝って参戦全勝、勢いを衰えさせなかった。この後、キーンの移行により、イギリスへと移籍する予定であったが、調教中に足を痛めてしまい、これを理由に引退することになってしまった。結果として十五戦で終わってしまったが、後にベルモントステークスを含む生涯無敗の快挙が、 評価され、1908年の最優秀3歳ボバ、年度代表馬に選出された。これほどの連勝を重ねた、無敗馬は、その後パーソナル演出まで80年間出現しなかった。キーインの移行により、イギリスで教養開始され、1913年にキーインが死去した後に、アメリカへと、卑怯、27歳で死ぬまで現役主母馬として、活動していた。 しかし、シュボバとしては、受胎率が低く、23世代で81頭という、3区頭数の少なさもあり、成功を収めたドミノやコマンド、同父のピーターパンに比べても成績は振るわず、当初の期待からすると、失敗扱いを受けた。結局目立った成績を残した3区は現れなかったが、その少ない3区の中から、ネッティという馬が後継シュボバとなって、コリンの父景が残された。 その後、三代先にプリークネスステークス優勝バールサブ、七代先に名シュボバアックアックが出るなど、現代まで残り続けている。現在では、ドミノの布景はコリンを通したもののみが残っている。詳細は、ドミノ系を参照。その子孫は日本では、現在のボトルーが種ボバ入りしており、日本で唯一のコリンを通した布景を有するシュボバとなっている。 1956年、アメリカ競馬名誉の伝道博物館は、コリンの競争成績を評価し、その伝道入りを発表した。当時は、グレード制未導入。ありがとうございます。